2月4日、松山市三沢1丁目の DCM 大基本社で、第42回愛媛県内高校生建築競技設計の審査会が行われました。これは、建築技術者を目指す県内の高校生に、自分の思いや夢を建築という形へと作り上げていく中で、建築技術者としての心を育んでもらおうと、一般社団法人・ 愛媛県建築士事務所協会が毎年開いているものです。1年生は建築設計製図の模写。2年生は店舗付き住宅または専用住宅。3年生は自由課題など、学年ごとに課題を設定。応募のあったおよそ120点の作品の中から、20点余りを選ぶ一次審査では、県内の建築士事務所の経営者などが所属する、 愛媛県建築士事務所協会の会員が真剣な表情で選考を行っていました。ま、1年生に関しましては、あの非常に綺麗な図面を書かれてまして。まあ、最初の段階としては皆さんあのレベル的にはクリアされていると思います。で、2年生、3年生につきましては、えっ、ー、と非常に。 えー、皆さんどれも優劣つけがたいような、あのー、作品でもございまして審査の方も非常に厳しい難しい審査とな,なりました、はい、これを機に、えー、建築というものが非常に楽しいものであるというのを、あのー、理解していた頂い,いてで、あのー、建築家の道を進んでいただきたいと思います。演団体なども参加した二次審査で それぞれの入選作品が決定入選した作品は2月27日から3月8日まで DCM 大基本社1階住まいの創造館で展示されますこの機会に高校生たちの力作をご覧になってみてはいかがでしょうか